いいと思いますか？皆さんぜひ教えてください。さっきぶり、ちなみに20時まで配信します。こんばんは、ナナさん、こんばんは。あ、そうです、アポロさん服変えました。さっきはピンク色だったんですけど、白いのに着替えました。そうです、理想のセトリ。あ、かえてさん、お仕事頑張ってください。いってらっしゃい。テロップなんてつけようかな。どうして天使をしないでアイドルをするんですか？チョンさん、ありがとうございます。埼玉のおじいちゃん、ハートたくさんありがとうございます。わ、埼玉のおじいちゃん、ハート100個受け取りありがとうございます。受け取りました、ありがとうございます。発表、私の理想の瀬取り。あ、そうですね、じゃあ20時、なんてしよう、私のユニット、私の理想の、あ、そうです、手持ちです。はい、そうです、ドラガンさん、今日はセトリじゃなくてユニットにしました。ユニット、理想の見てみたいユニット曲の組み合わせを、私の理想のユニットを、ユニットを語る回、これでいいかな。もし何かアドバイスあれば教えてください、皆さん。はい、では早速やっていきたいと思います。と言いつつ、ユニットって言ったんですけど、影穴とかも考えてて、皆さんの理想の、紙に書きました、皆さんの理想の、あの17期研究生の中で見たいユニットとかあればぜひ教えてください。そうです、さっきメモりました。ではまず最初、見てみたいユニット、一番最初はこちら、じゃーん、見えますか？反転してるかもしれません。まさのぶさん、タコありがとうございます。あ、そうですね、影穴は考えたんですけど、じゃん、どうですかこれ、ホテイモカちゃんと佐藤愛理ちゃんです。どうですか？なんかホテちゃんはすごい滑舌が良くて結構可愛いじゃないですか。で、愛ちゃんも結構聞き取りやすい、滑舌が良いので、ちょっと理想というか妄想の、私の妄想の中では、あ、そうですね、私の妄想のユニットにします。妄想にします。
萌えさんたくさんハートありがとうございます。今日は20時まで配信します。そうなんですよ、ホテちゃんの声良くて、でさっきの見てみたいユニット熱に戻るんですけど、これって皆さん反転で見えてますか？これ最初黒い天使ピントが水嶋美優ちゃんと平田由紀ちゃんと長谷川ニーナちゃんのを見たいです。これは前に一回言ったことがあるんですけど、判定してないですか？よかったです。これ見てみたいんですよ。あ、センターは誰？センターはあの一番上に書いてる名前の子が一応私の妄想の中のセンターの子です。そう、みずみんとゆきねえとニーナ、つよさんたくさんハートありがとうございます。そう、私の理想のユニットまず1個目です。ニーナが黒い天使、新しいね。結構なんかこれは大人組で揃えました。みずみんが今年19歳になって、ゆきねえが今19歳で、あのみずみんとはみずみんの1個上で、でゆきねえの1個上がニーナなんですけど、大人組で揃えました。としのりさんたくさんハートありがとうございます。ユニットだと身長バランス大事だよね。そうなんですよ。おっと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 、皆さんの理想のユニットの組み合わせとかがあったらどしどし送ってください。ニーナより畠山ちゃんの方が大人っぽくない？まさかの最年少ののんちゃんの方がという。次はじゃあさっき身長の話があったので、それと前一回言ったことがある組み合わせなんですけど、これ身長的にアボガドじゃねえしをソララとポテちゃんのを見てみたいです。これはもう本当にもう本当に見てみたいです。これもう一番見てみたいです。今世紀最大に身長も同じくらいなんですよね。多分1センチも差がないくらいで150センチかな、151か150センチなんですけど、見てみたいです。ハーツさんたくさんハートありがとうございます。逆に私が今言った黒い天使とアボガドじゃねえしの曲を、いやこの子とこの子とこの子のがいいよとか、この子とこの子のが私は見てみたいかなとかがあればぜひ送ってください。コメントでお待ちしています。可愛い、そうなんですよ、この曲は可愛いので集めました。次はこれ結構今2個言ったんですけど、1あと1,2,3,4,5,6,6個あります。エリちゃんとみずみん、ホテエリ、確かに前田敦子さんの黒い天使めっちゃ好きです。あの東京ドームの最終日だったかな、最終日に前田敦子さんと渡辺真由さんと、と松井樹里奈さんがあの黒い天使を披露されていたんですけど、めちゃめちゃ好きです。
エリちゃん肌白いし黒い衣装似合いそう。本当ですか？黒い衣装着てみたいですね。千里さん50カウントありがとうございます。はい、では次次はそうですね、あ、これじゃあその東京ドームの流れでいきます。じゃーん、ピント合ってるかな。これはゆきねえとニーナンなんですけど、これめっちゃ見たいです。すごい、サムさん流れ星ありがとうございます。じゃん、どうですかこれ。ゆきねえとニーナン、平田ゆきちゃんと長谷川ニーナちゃんのこのユニットが見てみたいです。スキャンダラスに行こうですね。萌えさん、クマのぬいぐるみありがとうございます。ゆきねえは意外かも。確かにゆきねえ、これはお姉さん系の 髪色が茶髪で合わせました。私そう、私結構髪の毛茶色なんですけど、これ地毛なんですよ。そうそうそう、よく髪の毛染めてますかって聞かれるんですけど、髪の毛は地毛です。ゆきねえとまゆちゃんでも見たい。確かにまゆちゃん、まゆちゃんはもうめっちゃ踊り上手です。いつも教えてくれます。黒く見える時と茶色く見える時があるね。そうなんですよ、服装によって髪色が黒に見える時と茶色に見える時があるんですけど、紺色の服とかを着ていると髪の毛が結構茶色に見えます。なので学校生活でも先生に髪の毛染めてるってよく聞かれてました。地毛なんですけどね。でも水泳習ってたので塩素で多分髪の毛が髪色が抜けたんだと思います。みゆちゃんたくさんハートありがとうございます。はい、では次はじゃあそんなさっき話したダンスが上手なまゆちゃんのがいるのにします。じゃーん、天使のしっぽです。これはもう絶対愛ちゃんで見てみたいです。愛ちゃんが何だったっけな、キャッチフレーズがスマイル天使なんですよ。そうなんです、まあ天使なので愛ちゃんは、なのでこれが見てみたいです。そう、もうまさに天使ですよね。とゆきたんとまゆちゃんです。そうです、あいちゃんは天使なのでスマイル天使ですね。そう、ゆきたんも似合いそうで、ゆきたんめっちゃ歌うまいんですよ。よいしょ、オーディションの時に一緒だったんですけど、雪の花を歌っていて、ゆきたんがもうめちゃめちゃ上手で、私はもうずっと緊張してました。歌唱審査なんですけどね。はい、そうです、天使の尻尾は俺的にエリちゃん、コッコ、ソララ、ソララ、そりゃあソララ、
エリちゃんもぜひ見たいな。尻尾似合いそう。お、そうですか。嬉しいです。ありがとうございます。そうなんですよ、ゆきたん結構めっちゃ難しいの歌ってたんですけど、めっちゃ上手でした。では次、さっきじゃあソララじゃあソララがいるのにしようかな。じゃあソララので見てみたいのは、じゃーん、ミニスカートの妖精です。もうめっちゃ定番の曲なんですけど、これは愛ちゃんとホテちゃんとソララで見たくて、愛ちゃんが身長156センチで私と一緒なんですけど、そう、さっきも言ったんですけど、ホテちゃんとソララが150センチメートルなので、そう、ザ・アイドルって感じで揃えました。コッコはどれが似合いそう？あ、そうですね、コッコちゃんも後ほど登場するのでお楽しみに。埼玉のおじいちゃん、だるまありがとうございます。みんな意外と高くないね。そうなんですよ、最高がのんちゃんが161センチ、でものんちゃんはまだ身長伸びてるらしいので、もしかしたらもう170センチとかいくかもしれません。エリちゃんは登場しない？エリちゃんは登場します、後ほど。これもうめっちゃ見てみたいです。ミニスカートで踊ってるのを見たいですね。もう絶対可愛いのは確定ですね。あ、そう、そういえば今日ゆき姉と帰り道にバイバイした時に、私が「じゃあゆき達者でな」って言ったんですよ。そしたらゆき姉が「え、達者でなって何？達者って何？」って言ってて、でみずみんもいたんですけど、ゆき姉がみずみんに「ねえねえ達者でなって何？」って聞いたら、2人とも「わからないって言ってました。で、私後ほど調べたところ、達者でなはお元気でっていう意味らしいです。そう、達者でなって言いました。え、皆さん使いますか、達者でなって。つーよさん、たくさんハートありがとうございます。使わないけど知ってる。そうですよね、そう、2人とも達者でなーって知らなかったらしいです。達者でなー流行ってるの、えりちゃんの中で。なんか私めっちゃ生まれる前のテレビ番組の「あっぱれさんま大先生」っていうテレビ番組があるんですけど、明石家さんまさんの。それを見てて、その中に出ていた子役の方たちが達者でなーって言ってたので、それで私も使ってます。はじめまして、ひでやんさん、はじめまして。買ったことない、確かに。みゆちゃん、ハートありがとうございます。私もそんなに達者でなは使わないんですけど、今日、お、すごい、あれ固まっちゃいましたか、大丈夫かな、ちょっと画面が一瞬変になっちゃったんですけど、大丈夫ですか、皆さん画面見えてますか？
や、暑くないです。あ、一瞬止まった。あ、今は大丈夫ですか。はい、ということで、じゃあ気を取り直してそうですね、じゃあコッコちゃんのやつなんですけど、実はこの見てみたいユニット考えた時が仲良くなる前のもうお披露目される前に出会って、もう全然10日くらいしか経ってない時に、私がすごいイメージでメモしてました。この子とこの子のユニット見てみたいなっていうのでメモしてて、それを今回ちょっと今披露してる感じなので。そう、あ、かえてさんハートありがとうございます。そうです。なので、あ、今考えたんじゃなくて、あ、今考えたのもあるんですけど、ほぼがめっちゃ前にメモしてたやつです。で、そのメモしてたやつをさっき書きました。なので急いで書いたのでちょっとね字があれなんですけど、つーよさんたくさんハートありがとうございます。ということで、コッコちゃんのを紹介したいと思います。これはもうめちゃめちゃ見てみたいやつなんですけど、じゃーん、デモデモの涙です。これはコッコちゃんと畠山のぞみちゃん、のんちゃんの仲良し年少コンビで見てみたいです。そうです、エリちゃんは17期大好きです。これはね結構そうなんですよ、コッコちゃんのクールな表情で見てみたいです。身長も160センチの小浜ここねちゃんと161センチの畠山のぞみちゃんで結構いいかなと思って決めました。あとは黒髪ストレートなんですけど、どちらもそれで決めましたね。見てみたいです、ぜひ。でも一回お話し会で私とコッコちゃんので「デモデモの涙見てみたいです」っていうのを一度言っていただいたことがあります。コッコは年少、はい、あ、畠山のぞみちゃんが一番年少の最年少です。それで私とコッコちゃんがのんちゃんの一個上で一応年少トリオですね。エビコッコでもユニット見てみたいね。確かに嬉しいです。ぜひしてみたいです、コッコちゃんと。コッコちゃん、手もでもコッコの表現力に期待すごい見てみたいですね、コッコちゃんのあのクールな表情で見てみたいです。もうコッコちゃんすごい可愛いです。私が関西弁で喋ってるといつもは標準語なんですけど、たまに関西弁が映っちゃって、あれこれってなんとかちゃうよなって言ったらちゃうとか言ったりして、たまに関西弁が映るんですよ、コッコちゃん。それがすごい可愛いです。そう、あとはホテちゃんと喋ってる時もたまに関西弁が映っちゃったりしててすごい可愛いです。それは可愛い。そうなんですよ、めっちゃ可愛いです、コッコちゃん。そうなんです、可愛い。あと私も、でも私とホテちゃんも結構標準語
になったりしますね。ホテちゃんはたまに私と喋ってても標準語だけの時もあるくらい標準語ですね。そんなに、なんだろう、コテコテの関西弁ではないかもしれないです。はい、じゃあ次なんですけど、次はちょっと個人的に、すごい個人的になってしまうんですけど、私がやってみたいユニットがありまして、これはイメージとかでもなく私の願望で決めました。じゃーん、禁じられた二人、のんちゃんとです。のんちゃんと私です。ちょっとね、これは私の願望が入ってしまったんですけど、のんちゃんとずっとやってみたくて、最初から、はい、畠山のぞみちゃんです。もうずっと、もうのんちゃんと目が合うたびにこれをずっとしたいなっていつも思ってます。それくらいのんちゃんとしてみたいです。もうのんちゃんはもうすっごい可愛くて、もうめっちゃ小顔なんですね。エリエリは、そうですね、私大島優子さんの方のパートで、のんちゃんは笠井智美さんのパートをちょっとお願いしたい。もうのんちゃん、もう本当にのんちゃんとやりたいです。可愛くて。のんちゃんとずっとこれをしたくて、あとのんちゃんと、のんちゃんがこれを歌ってるのを見たくて、14歳ののんちゃんがこれを歌ってるのを見たくて、ちょっと願望で私とのんちゃんにしました。確かにゆきねえと、あ、そうです、バブちゃんですね。よくソララがバブちゃんって言います。いつもレッスン前に、だいたいレッスン上に私とホテちゃんとみずみんとココちゃんが先に着くんですけど、その次にだいたいソララが来ることが多くて、そしたらソララちゃんが、わー、おはよう私のベビちゃんたちって言います。あ、かえてさん、たくさんハートありがとうございます。そう、それがめっちゃ可愛いです。ソララはいつでも褒めてくれます。そう、めっちゃ、かわいい、いつでもね、ソララがみんなのこと褒めてくれて、誰かがレッスンでちょっと落ち込んでたりしても、ソララがすごいいつも慰めたりしてます。そうですね、雪えりも見たい。確かに私雪ねえとやりたいです。もう雪ねえはめっちゃ綺麗ですね。いつでも肌が綺麗です。昔のことよく知ってるな。リアルタイムでは小学生時代やろ。そうですね、小学1年生の時が恋するフォーチュンクッキーの時なので、そうなんですよ。なので、でも小学1年生の頃から AKB48 が好きで、私が好きになった頃には前田敦子さんはもう卒業されていたんですけど、でも今でもずっと憧れです。そうなんですよ、そうだから、私が小学1年生の時に恋するフォーチュンクッキーだったので、のんちゃんがその時保育園か幼稚園の年長くらいですね。小さい。だってのんちゃんって10年後24歳なんですよ。めちゃめちゃ若いですよね。ともおさん、たくさん
青のペンライトありがとうございます。ハーツさんもたくさん赤のペンライトありがとうございます。そう、のんちゃんとエリタも若いよ私もまあそうですね、1歳差なので。そう、それは若い。そうなんですよ、エリちゃんが握手会に通い出したの渡辺麻友さんの卒業ぐらいのタイミングだもんね。そうなんですよ、ちょうど渡辺麻友さんの卒業の際にが2回目の、人生で2回目の握手会でした。1回目は峯岸みなみさんと握手してしたんですけど、私まだ小学4年生か3年生だったので、お母さんと一緒に握手会に並びました。それで内容も今でもずっと覚えてて、峯岸みなみさんが何歳ですか、まずこんにちはって言ってくださって、私がこんにちはって言ったんですけど、その後に何歳ですかって聞かれて、10歳ですって答えたんですね。そしたら、結構大人なんだねって言ってくださいました。それでもう1枚しか出してなかったので、結局それで終わっちゃったんですけど、さよならモーリーさんでまたお会いすることができて、人生でまたお会いすることができてすごく嬉しかったです。大谷静香さんと握手した際はもう距離がすごく近くて、ここら辺でした、私でもうここら辺の距離で、もうめちゃめちゃ笑顔でお話ししてくださいました。すごい嬉しかったです。もう今でも一生忘れません。じゃあ次、どこまで、1,2,3,4,5,6,7 個やったので最後ですね。じゃあ最後いきます。最後はちょっとさっき考えました。そうです、全国握手会です。最後はちょっとさっき考えたんですけど、じゃーん、山崎そらちゃんと小浜ここねちゃんと太田ゆきちゃんです。これはなぜかというと、まずそららが、渡辺麻友さんが憧れの方とおっしゃっていて、なのでそららにしました。そうですね、で個人的に島崎遥香さんのところを踊るコッコちゃんを見てみたかったのでこれにしました。つよさんたくさんハートありがとうございます。そうなんですよ、見てみたいですね、そららが踊るところ。そう、さっきのアボカドじゃねえしもそららが一番最初に出会った時に憧れの方は渡辺麻友さんですっておっしゃっていて、それを聞いてじゃあと思ってメモしました。そうなんですよ、そりゃそりゃりゃ。エリちゃんもあの衣装かわいい衣装も似合いそう。本当ですか、嬉しいです、ありがとうございます。ドラガンさん、そうなんですよね、これのソララの見てみたいです。絶対もう衣装も絶対似合うと思うのでいつか見てみたいですね。
いつかこのどれかの今9個か8個くらい紹介したので、この中の1個くらいがいつか見れたらいいなと思います。はい、そうです、そこでメモしました。あ、20時までなのであと23分ですね。えりちゃんは1曲？そうですね、今回はちょっと私の願望のレノンちゃんと禁じられた2人をしたんですけど、皆さんは結構どういうのが見たいですか？どの曲で誰と誰と誰のが見たいよとかがあればもうぜひ送ってください。えりちゃんはもうじっと見るのでぜひ送ってください。私とコッコちゃん、タイちゃん、トーテちゃん、エリちゃん、コッコ、アイちゃん、ホテちゃん、かわいい、アイちゃん、エリエリがもう一つぐらいやりたいユニット曲、私がもう一つやるとするならば渚のチェリーがしたいです。これはずっとやっているんですけど、ホテちゃんとユキタンとコッコの天使のしっぽ、絶対可愛いですね。それはもう声も可愛い系の甘めの声なので絶対可愛いです。7時12分の初恋、ユニット衣装は昔のが使えるのかな、どうなんですかね、それも楽しみですね。あの衣装を着る際に絶対名札を見ます。このここについてるタグについてる名前を見ちゃいます。一番最初に来た時はあのお披露目で着た衣装が初めて着た衣装だったんですけど、それは佐藤キアラさんの衣装を着させていただきました。あのお披露目の時のです。サクさん、たくさんハートありがとうございます。そう、そうなんですよ、佐藤キアラさんの衣装を着させていただいて、そのタグについた名前の文字を見た瞬間に愛ちゃんに、はあ、これ佐藤キアラさんのだよって言いました。愛ちゃんに報告しました。あとは自分以外でもみんなのを見たりします。あの衣装とかでもまず最初パッと見で、あれこれはこの方の衣装かなって見て、そうだったみたいな感じで見たりします。みんなの衣装も結構見ちゃいますね。それはエモいね、確かにエモいですね。あと20分です。今日は2回だけなので今回のこれで終わります。嬉しい、そうです、嬉しかったです。ドラガンさん、たくさんハートありがとうございます。あ、やりたいですね、雪ネット、ハートの独占権って一緒に雪ネットやりたいです。ライブ前に卒業した先輩の衣装に出会ったことは、あ、でもたくさんあります。あのもうそうですね、いつだろう、今まで着た衣装
あ、キスバイエットさんの時に着させていただいた、あのハート型ウイルスの時に着たのは黄色の衣装だったんですけど、あれが7時15分の初恋の衣装をハート型ウイルスで披露させていただいて、あの時は衣装に島崎遥さんの名前が書いていました。そうなんですよ、あの時は島崎遥さんのお名前が書いていて、あとはそうですね、どの衣装を着たかな、今前座で着てる衣装は、でも今前座で着てる衣装は誰のだろう、誰の方のだろう。テンション上がるね。そうなんですよ、テンションめっちゃ上がりました、もうずっと。でみずみんが島崎遥さんが憧れの方で、あの総選挙に投票していたってお話ししてたので、みずみんにこれ島崎遥さんの名前書いてるよって言いました。ハーツさん、たくさんハートありがとうございます。そうみずみんにお伝えしました。エリ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 投票するってかなり好きだよね。そうなん、そうですね、みずみ島崎遥さんのファンと言ってて、私は総選挙はずっと北原理恵さんに投票していました。最後北原理恵さんが参加していた総選挙にも投票していて、あの一番最後に北原理恵さんが参加していた総選挙がその時の10位だったんですけど、もうめっちゃ嬉しかったです。テレビの前でキャーって言ってました。すごい、初訪問の通知嬉しいです。こんにちは。ハッシュタグ好きなんだの時かな、どうだろう。あ、そうですね、その時のです。なので翼はいらないの時かな、ん？だったかなと思います。北原理恵さんとは最初に握手したメンバーの一人だったよ。すごい、いいな、私も握手したかったです。もっとね早く AKB をもう保育園くらいから好きになってて、で握手会に参加してたら前田敦子さんと握手できたりしたかもしれないので、もうちょっと早く好きになってたらよかったですね。めっちゃ緊張した。もう握手会はもうめっちゃ緊張しますね。えりちゃんの歌って踊るとこ見たい、劇場当たって、ぜひ劇場初日来てください。8月16日です。かえてさん、ハートありがとうございます。うん、すごい暑くてエアコンの温度を28度にしてるんですけど、それでも暑いですね。皆さんはエアコンの温度何度にしてますか？私はちなみに25度に最近してます。あ、24度にたまにします。本当に暑くて仕方ない時は24度にしてます。テレビであっちゃんと会うことがあるかもしれないよ。その時まで待とう。そうですね、いつかお会いできたら嬉しいです。16期生さんや
ドラフト2期生さんと握手したことがありますか？それはないんですけど、でもあのいつだろう、峯岸みなみさんの握手会に参加した際に、その時16期生さんがまだ研究生の頃だったんですけど、あのミニライブあるじゃないですか、その時に前に座っていらっしゃいました。こんばんは、かえてさん、たくさんだるまありがとうございます。すごい懐かしいです。私は30度だよ。エアコン30度なんですか？橋本恵理子って名前だけでテンション上がる。チャットモンチーの曲を歌ってほしい。そうなんです、同姓同名の橋本恵理子さんがいらっしゃって、そうですね。あ、ドラガンさん、たくさんハートありがとうございます。はい、それも善悪です。今日はエアコンおとなしいね。そうなんですよ、今日はちょっとねおとなしいです。エアコンが28度とかにしてて全然暑いですね。オイラは25度、結構いい感じの温度ですね。じゃあ私も25度にしようと思います。そうなんですよ、握手会したいですね。握手会することが夢です。ずっと握手会に並ぶのも好きだったんですけど、ずっとやってみたいなって思ってたので握手会絶対したいです。あとはもう今はコロナですごい難しいと思うんですけど、やっぱりなんだろう、いつか大きいステージに立って歓声を聞いてみたいです。何年後になるかはまだわからないんですけど、それが夢ですね。かえてさん、ハントありがとうございます。11分です。そうなんですよ、今は声出しできないんですけれども、いつかしたいですね。またコールできる世の中が戻ってきてほしいね。そうなんですよ、いつか。だるい感じとかもメガネコールすごい好きなの、いつか聞きたいですね。いつか握手会が開催されたら皆さん来てください。このあとはさっき夜ご飯を食べるって言ったんですけど、1個しか食べれてなくて、そう、ポテトサラダを買ったんですけど、ポテトサラダしか食べれてないので、あとでお味噌汁と、あとは梅干しのおにぎりを食べたいと思います。実はカエテの妹です。お姉ちゃんは今は仕事中、頑張っています。お仕事頑張ってください、応援しています。そういえば私の母がショールームすごい見てるらしくて、いつもあのエリちゃんショールームめっちゃゆっくりマイペースだねって言われます。そう、喋るスピードも多分ゆっくりなんですけど。萌さん、たくさんハートありがとうございます。って言ってお菓子食べちゃダメよ。そうですね、昨日ちょっとアンパンチョコっていうお菓子、チョコアンパンっていうお菓子食べちゃったので。そうなんですよ、
お菓子を禁止してたのになぜか買っていました。気づいたら手に持ってて食べましたね。ママからアドバイスとかはある？お母さんからは結構なんだろう、でもめっちゃ結構アドバイスされます。よく配信中にこうやってしながら鼻歌とかを私が歌うんですね。そしたらもうめっちゃマイペースだねって言われます、母から。あ、斉藤もげたさん、たくさんハートありがとうございます。えりちゃんはママ、私はでもお母さん呼びですね。お母さんって呼んでますいつも。まあ、鼻歌かわいいから OK だよ、ありがとうございます。確かにマイペースで楽しそう。そうなんですよ、マイペース。AKB だと誰のショールームをよく見てたの？私はでも結構まばらに見てたんですけど、朝から配信している方とかも結構ずっと見てましたね。その時によってもう暇になったらずっとショールーム見てました。でその時にやってるメンバーの方を見てルームに入ってずっと見てましたね。チョコアンパン、大きな袋のやつ、えりちゃんのメールで初めて見た。あれめっちゃ美味しかったです。めっちゃパンみたいでした。小さいパンでしたね。めっちゃ美味しかったです。もう一回食べたいんですけど、ちょっとお菓子禁止してるので食べません。17期のママは誰？17期のお母さんはまゆうちゃんかな、まさいまゆうちゃんだと思います。まゆうちゃんはポジティブでみんなを慰めてくれたり、絶対ネガティブなことを言わないので。あとはこの間オムライスをもらいました。今度クリームパンのやつも食べてみて。ぜひ食べたいと思います。クリームパンのなんか白いやつかな、食べたいと思います。いつかね、公演初日が終われば食べたいと思います。次の配信でお菓子食べてそう。ちょっと次配信するときにお菓子配信しないように頑張ります。まゆちゃんはリアルお姉ちゃんのこともあって面倒見いいイメージ。そうなんですよ、リアルお姉ちゃんなんですね。妹がお二人いて、まゆちゃん優しいです。あと5分なのでランキングを読みたいと思います。それではいきます。13位、じゃん、ベルさん、ありがとうございます。12位、じゃん、みゆさん、ありがとうございます。11位、じゃん、ひまわり、アットマーク、台湾さん、ありがとうございます。10位、じゃん、つよさん、ありがとうございます。9位、じゃん、ドラガンさん、アットマーク、えりちゃん推し、1日2回も会えて幸せ、大好き、ありがとうございます。嬉しいです、私も2回配信できて嬉しいです、ありがとうございます。8位、じゃん、たかさん、ありがとうございます。7位、じゃん、おさむさん、ありがとうございます。あ、6位、じゃん、ともおさん、アットマーク、えりちゃんいちおしさん、ありがとうございます。5位、まさのぶさん、ありがとうございます。3位、かえてさん、アットマーク、ルーシャリーは台湾語のありがとうです。
ありがとうございます。ドゥシャリー、ドゥシャリーに、じゃん、サブさん、ありがとうございます。そして第1位はじゃん、萌えさん、ありがとうございます。萌えさん、ありがとうございました。あの、今日は配信が、今日も配信が手で持ってたので、ところどころ揺れちゃったりしたんですけど、もしかしたら次するときは固定されてるかもしれないので、よろしくお願いします。あと3分です。また配信するので、ぜひ皆さん来てください。あと3分、私はこの後ご飯を食べて、モバメをお休みメールを送信したいと思います。その後にちょっとだけドボンするので、ドボンする時にはあのメッセージを投稿するので、ぜひ皆さん見てください。癒し配信ありがとう、ありがとうございました。すごくマイペースな配信にお付き合いくださりありがとうございました。はい、おやすみメール後で送ります。バイバイ、またね。皆さんお疲れ様でした。でもあと2分あります。今日こそエリちゃんにドボン返しするね。ぜひ対戦しましょう。絶対に勝ちます。よいしょ。 Thank you Thank you。 よいしょ。じゃあ皆さん、またショールームするので、ぜひ来てください。次ショールームする時も予約するので、ぜひ予約のところを見てくださると嬉しいです。エリタン、かわいい、ありがとうございます。対戦できますように、一緒に対戦しましょう。またね、またお会いしましょう皆さん。あと1分になりました。ということで、皆さんショールームイベント今日で最終日で終わってしまうのですが、皆さんと楽しんで配信することができてすごく嬉しかったです。皆さんありがとうございました。またショールームするので、ぜひ見に来てください。ドボンもこの後するので、ぜひ一緒に対戦しましょう。モバメも後ほど送ります。ではありがとうございました。3、2、1、バイバーイ。